私の得意技は大外刈り、体落とし、すくい投げです。私の得意技はもう必要に応じて自分で選択をしてきたという考え方、自負があります。まあ、例えばすくい投げは非常に重力の中では背が低い方でしたからよく組み負けることがあった。でその時に何かいい技はないかと模索したところで、この技がすくい投げをやるようになりました。また大外刈りや体落としというのも、内股や払い腰というのがあまり足が高く上がらなかったり、肩関節も少し硬くて背負い投げもあまり得意にできなかった。自分の体質や体型、体格、そしてよく起きえるシチュエーションを考慮して自分の得意技を選択して作っていきました。練習はやはり打ち込みというのが基本になります。例えば打ち込みもですね、止まってする打ち込みや、移動しながらやる移動打ち込み、また一人でやる一人打ち込み、こういったものを数多く、そして考えながらやるというのが大事だと思います。数多くやること、これはやはり大切なことです。反復の中で体ができてくるし、技も練れてくるんですが、ただ反復をしていても非常に上達に時間がかかってしまいます。自分のこの技がどのようにランドリーや試合で機能するのかということを一回一回考えながら打ち込みをよくやっていました。では、私の得意技大外刈り、まず相四つの入り方を説明させていただきたいと思います。まず下半身ですけれども、相手に踏み込む際になるべく相手の右足、私右組なので右足で刈りますが、相手の右足の横に軸足がなるべく深く入っていることが好ましいです。この時に膝が伸びきらないように、このように膝が伸びきった状態で入っても力強く刈ることはできません。なのでつま先が入るというよりも膝が先に入るというようなイメージを持つと、しっかりと膝の高さを、正しい膝の高さをキープしながら入ることができるはずです。そして踏み込んだ後、相手の右足と自分の軸足の間を素早くこの刈り足を振り上げます。でこの時に、少しですね、足が畳に爪の先がするぐらいのイメージを持つと、ちょうど軸足の高さが良くなる、イメージがつかみやすいと思います。そして自分のひかがみと相手のひかがみが合うようなイメージを持って鋭く刈っていきます。この際に、腰がですね、こうあまり曲がりすぎないようにも気をつけてください。また逆にこう反りすぎても技がかかりにくくなります。顎はしっかり引いたまま、少し背中のラインが反るようなイメージを持ってください。いわゆる丹田が少し前に突き出すようなイメージで入ると下半身のバランスは非常に良くなります。次で上半身です。まず引き手ですが、引き手は大事なことは脇が完全に締まらないことです。相手を崩そうとするあまりに脇を完全に締めてしまうと、ここから体の動きが使いにくくなりますので、脇には常に手一つ分ぐらいの隙間は最低でも空いているように、完全に脇が締まらないように意識をしてください。握る位置はそれぞれ皆さんが得意なところ、どこでもいいと思います。袖でも肘のあたりでも最もかけやすい位置を選択してください。この時に脇が締まらない、常に空いている状態をキープしましょう。右手、釣り手の使い方です。釣り手にはいろいろあります。中襟、後ろ襟、または背中のあたりを握る方もいらっしゃると思いますが、相手を十分に崩す時、中襟の時は私の場合はイメージとして
相手の顔に鼻の方に釣り手が近づくようなイメージを持ちました。また奥襟の時には手首をしっかり返して相手の顔の向きを変えてあげます。このように手首を返して相手の顔が少し上がるようにすると相手の重心は崩れやすくなります。ただし手首を返しても肘が上がってしまうと相手が首を抜いてしまいます。このような首が抜けやすくなって技が効かなくなるので肘は上がりすぎないように手首は返しながらも肘は残っている、このような状態を作ることが上半身の使い方としてはうまくいきます。最後にこの技は大外刈りは体全身の力を使って刈ることが非常に重要です。時折見かけるのが足だけの力で相手を刈ろうとするパターンがありますが、足の力だけで相手を投げるのは難しいです。しっかりと腰を入れて足ではなくて自分の腰を力を足に伝達する、そのようなイメージで技をかけると力強く相手に技を仕掛けることができるはずです。大外刈り、喧嘩四つの場合の入り方を説明します。相手と喧嘩四つの場合は皆さんもこのように扇形に開いていることが多いと思います。ここから先ほどの相四つと同じように踏み込んで技をかけるには少し遠すぎます。そこでまず相手の重心を小指の方向に崩します。この時にしっかりと崩して相手が右足を上げることができない状態にします。例えばこの状態、ちょっと右足上げてください。この状態では技はかけれません。十分に崩して相手が右足を上げることができない。この状態を一緒に作り出します。で、釣り手引き手ですが、釣り手引き手は入った時に呼び込んでしまうと、また重心が戻ってしまいますので、呼び戻さずに釣り手の位置、引き手の位置は相手が戻らないようにしっかりと固定をしておきます。そして軸足を仮足の後ろに移動させて入れると同時にかかとを相手の膝裏にフックするような形にします。このかかとが相手の膝裏にしっかりフックするとこれはなかなか外れません。これが高すぎたり低すぎたりするとこれが外れてしまうことがありますので、かかとが相手の膝関節の裏にしっかりと引っかかるような意識を持ってください。そして相手が戻らないように重心を移動させながら3歩目で投げる。1、2、3、ここで投げるようなイメージを持つと非常に技がよく決まります。すくい投げの説明をいたします。この技は相四つ、そして自分より大きい人間に、いわゆる組み負けた状態の時によく使いました。このように相手にしっかりと、横襟ないし後ろ襟を取られてしまった状態で相四つ組み負けてしまうとなかなか技を仕掛けることはできません。そこで、すくい投げに行くんですが、まずポイントです。相手のこの右足そのまますくいに行くと相手も力が強いのでなかなかすくえません。まず上半身この手を外すために引き手は下からあてがって力を加え、ほんの少し隙間が空いたらそこを脇の下を頭を抜いていきます。抜きながら今度は
足、相手は相手の体の横に左足を踏み込みます。で、踏み込むと同時に残っている右足の膝の内側で相手の膝の内側を弾くように揺らします。そして弾くと同時にすくいます。すくうと同時に残っていた左足をすくう方の右足の内側に入れていきます。抜きながら弾いてすくって左足をそこに入れていきます。そのまま今度は釣り手をしっかりと締めながらすくった手を上げていきます。そのまま回転の軸を作っていくと釣り手が効いて相手を投げることができます。またこの技の派生形として、例えばこの状態の時に相手があまり体重がない場合にはそのまま持ち上げて投げることもできますし、今度は相手がすくい投げを嫌ってぐっと踏ん張ってくる、こう踏ん張ってきた時にはすくい投げに行くと見せて足取りを打ちに行ったりもします。この状態から相手が上げられるのを拒んでかかとに重心をかけてくるときます。この場合には小すがりで後ろに投げることもできますので、すくった後は相手の重心や動きによっていろいろな方向に技を変えていくことも可能です。はい、では体落としの説明をさせていただきたいと思います。この技は相手が左組み、私と喧嘩四つの時によく使った技です。体さばきは内股や払い腰と同じように上体が外側に逃げないように開かないようにします。踏み込んだ時に重心は右足の上に置いておくこと、これが外側に行かないように意識をしてください。そして顔の向きですが、払い腰や内股のようにあまり早く投げる方向を見ないこと、これが非常に大事になってきます。膝を十分に曲げて軸足を持ってきます。ここからよくあるのが回転した時に、体さばきをした時に膝が伸びてしまうパターン、このように伸びてしまうパターンがあります。こうならないようにしてください。こうしてしまうと投げる時に1、2、3、こう伸びてしまうともう一回シッと沈まなきゃいけなくなりますので、動作が一つ増えてしまいます。なので一歩目踏み込んだ高さ、この高さを常にキープするイメージを持ってください。二歩目、この時も顔は相手の方に向けておきます。そして3の時に一気に膝の高さを上げずに回転をします。こうすると回転の力が非常に上手に力が伝わりますので、投げることが容易になってきます。そして引き手釣り手ですが、この技は決めるときには相手の重心が少し高くなっていることが重要です。相手の重心が低いときには前に体落としをかけようとしてもいくらタイミングをかけてもかかりません。しっかりと相手の重心が上に来た、歩いている瞬間、移動している瞬間、来た瞬間を狙って崩していきます。引き手は手首を返しながら十分に崩します。そして右手は肘を相手の脇の下に入れるようなイメージを持つんですが、その時にこう手首もですね、この時に手首が寝た状態にならない、
しっかりと手首を効かせて崩します。肘を相手の脇に入れるように、そして手首で相手をしっかり崩すこと、この手首が寝ないように気をつけてください。これが寝てしまうとなかなか相手を崩しにくくなりますので、しっかり手首を効かせて技を仕掛けていきます。最後投げ切る時のコツですけれども、入ってこのまま投げる時になるべく自分の近くに、これが遠くに行くと少し力が逃げてしまいますので、なるべく自分の近くに投げるようなイメージを持ってください。その時に投げる位置が畳よりも10センチ、もう少し畳がくぼんでいるようなイメージを持って、その先に投げるようにすると非常に最後まで力を抜くことなく投げ切ることができます。こうすることによってより一本を取りやすくなるはずです。これから柔道を始められる若い人、または今柔道を続けられている若い人たちには、ぜひですね、この柔道を楽しんでやってもらいたいと思います。もちろん試合で勝敗を競うこと、乱取りで相手に勝つこと、これも確かに楽しさの一つですし、皆さんの修行の一つだと思います。しかし、たとえ試合で勝てなくても、相手に勝てなくても、稽古を経ていくことで自分自身が成長していくことが、柔道の稽古で皆さんも必ずいつか実感できる日が来るはずです。その楽しみは一生を続けることができます。ぜひ自分の成長を楽しんで、そして毎日の稽古を楽しんで、日々を過ごしていただきたい、そう思っています。皆さんの前途が本当にようようと開けていることを心から記念して、私の言葉とさせていただきたいと思います。